はいどうも、GOGOTV の GO です。今回紹介する商品はこちら。仮面ライダーウィザードの変身ベルト、ウィザードライバーの紹介をしていきます。まあ、こちら、この前言った通り、僕、仮面ライダーウィザード見たことなかったんですけど、一応まあ3話まで見て、ベルトの使い方はある程度理解しましたんで、紹介していきたいと思います。はい、では、早速中の方を、確認していきましょう。こちら、この前の紹介動画でも話しましたが、一応、他のウィザードリングもついて、1400円となっております。こちら説明書ですね。結構なんか、こう見ますと、前の方が、なんかいい状態で保存してあったみたいで、特になんか説明書ではなんか見たような形跡が全くないですね。あと、こちらが、まあ、ベルトを使うときの注意という、まあ、怪我しないようにっていうような、あれと、電池の入れ方の説明の、紙ですね。で、まあ、メインのアイテムはこちらですね。これやっぱ、ちゃんと、ビニール袋もちゃんと取ってあって、なんか中もそんな、目立った汚れとかもなく、まあ、まだしっかり見えないんでわからないですけど、まあ、そんな感じですよね。まあ、あとは問題は、僕もまだ今回で初めて開けるんで、音声がちゃんとなるのかならないのかは確認しないんで、まあそこが問題なだけで、なんか見た感じ結構状態は良さそうですね。まあこちらがウィザードの、メイン、ベルトのまあバックル部分ですね。この手がすごい印象的なバックルですよ。まあこちらまた後で音声確認していきましょう。で、あとは、ベルトですね。まあ、これもライダーベルトのディラックス版で恒例のベルトで、まあ、こちらも恒例のバックルじゃないや、ベルト止めで、ウィザードリングが3種類、キックストライクの魔法リングと、こちらウォータースタイルの、リングで、こちらが基本スタイルの、フレームですね。フレームウィザードリングとなっております。では、まあ、早速なんで、まあ、作って、音声確認していきましょう。はい、では、早速、ウィザードリングの、音声確認をしていきましょう。こちらの、バックル、結構、反射する場面が多いんで、なるべく、僕の顔が映らないように、頑張っていきたいと思います。では、最初、まず、こちらのウィザードライバーに入ってた、3種類のリングの音声確認をしてから、こちらのセットの、リングの確認をしていきたいと思います。では、早速電源を入れて音声を確認していきましょう。では、まずフレームスタイルからいきましょう。だからとっとと片付ける。変身。じゃあ次はキックストライクいきましょう。では、次はウォータースタイルいきましょう。はい、というような感じとなっております。ちょっと、これベルトのバランスがちょっと悪いんで、申し訳ないですけど。では次は、セット売りされてた方の、ウィザードリングの音声を確認していきましょう。はい、では、セットの、リングの方の、音声確認をしていきましょう。こちらのリング、店の人が聞き聞かせてくれたのかわからないんですけど、ちょうど、フォームチェンジ用のリングと、魔法リングの方がちょうど7個ずつで、ちょうどいい感じで回せるようになってるんで、これ結構あれですね、店の小さな気遣いというのもすごい感じられます。では、早速確認していきましょう。
はい、以上で、すべての、リングの、音声紹介を終わります。まあ、ちょっと途中間違えたところがあったのは、申し訳ございません。はい、ということで、今回は仮面ライダーウィザードの変身ベルト、ウィザードライバーの音声確認と、まあ、開封をいたしました。まあ、レビューはちょっとあんましなかったんで、まあ、ちょっと開封レビューとは言いませんが、まあ、ウィザードリングの音声確認をしました。また今回のこのウィザードライバーを使って変身シーンなんかも撮っていこうかなとは思ってるんですけど、まあいつも恒例になってるあのキャバクラでの変身シーンはちょっと今回撮るか撮らないかはちょっとまだ今検討中なんで、まあとりあえずどこかで変身シーンは撮ってアップしようとは思ってるんで、まあそちらも、アップした時は、皆さん、よろしくお願いいたします。では、今回もご視聴ありがとうございました。